どうも皆様こんにちは、グリードです。今日は後付けで喋らせていただきます。最近後付けで喋ることが多いんですけど、でもそれはトーク動画として何かこう一つのテーマだったり、質問だったりに関してね、喋るっていう動画なんですが、今回はね、背景に流れている、ゲームプレイをメインに喋っていこうと思います。っていうのもね、そのトーク動画で流してる背景のプレイ動画、それに関してね、コメントが全くないんですよね。結構、そこそこいい試合上げてるんだけど、ニュークリアとか撮ってるのに、全くコメントがないから、でもトーク動画だからね、もちろんそれ、ゲームプレイがメインじゃないんで、全然いいんですけど、いいんですけど、ちょっと悲しくなってしまったので、今日は、背景のゲームプレイに関して喋っていこうかなっていう感じですね。ですね、今回、クロスロード100キル動画になってます。ニュークタウンに続いて、やっぱこのマップが100キル取りやすいかな。で、最後ね、ラストの方もね、また今回、ちょっとね、衝撃展開になってるんで、まさかのってなってるんで、最後までご覧いただけたら嬉しいです。で、武器はね、XM4 なんですが、迷彩解除終わってからね、もうとにかく好きな武器を使いたいんですよ、僕は。もう迷彩解除でとことんね、使いたくない武器を使わされたので、もうしばらくね、ちょっと好きな武器でマルチプレイヤーをやりたいっていうかやらせてください。だから最近の動画もね、74U とか AK47 とか、AK47 また改めて撮ろうかな。そういうね、e スポとかでもメインで使われるような武器ばっか使ってますね。あとね、今作ね、XM4 が使ってて、やっぱ僕個人的に一番楽しいかな。音と見た目かな。あと使い心地とか。やっぱ使い心地って、僕の中ではかなり重要ですね。さあ、スコアストリークゲットしましたけど、スコアストリーク構成は、前回の動画で紹介しました、僕が、ベストだと思う、公開マッチでベストだと思うスコアストリーク構成ですね。砲撃、巡航、ハープかな。ここでも、やっぱどのマップもね、結構空爆が刺さるんでね、今作。こんな感じで、溜まったらポンポン読んでいく感じですね。で、このクロスロードね、e スポルールにも採用されてるんですけど、やっぱりリスポンがね、ちょっと複雑というか、いや、複雑ではないな、シンプルなんで、シンプルすぎて、あと狭すぎて、変な脇がやっぱりどうしても多いんですよね。で、公開マッチだともちろん人数が多いんで、もっとカオスになるから、なるべくこう、味方のいる位置を常に把握してみたいな、味方がいないとこにも敵ありみたいなぐらいで立ち回った方がちょうどいいかなと思います。さあ、スナイパーに抜かれたりしてますけども、これ今どんな感じだ？最初で結構、もうリードしてたよね。どんな感じだったかな。さあ、詰められて、リスポーンが変わります。でね、クロスロードってね、マップが狭いからね、リスを取るために基本的に、こう、回ったりするじゃないですか。大回りして裏取って、敵のリス潰したりとかって、大会とかでもよくやるじゃないですか。でも、クロスロードってね、狭すぎてね、狭すぎるから、わざわざこう理想を取りに回るっていうよりも正面から人数かけていって敵陣地に入った時点でそこでキルした時点で敵のリス飛ばせたりするんでほんと正面からっていうほんと複雑なことを考えなくていいマップですね。で AR ねこのポジションねおすすめですね。ここ強いですね。センターのこの2階の通路とポイント見れるし、で、左レーンも見れるし、もう全部見れちゃう、ここ。ここはほんとね、強い。で、たまにはこうやって詰めちゃったりとかして、キル重ねちゃったりとかして、で、ここの端から地点もカバーできちゃったりして、で、たまにはこういう風に伏せたりとかもしちゃったりして、みたいな。伏せるときは道のど真ん中に伏せるっていうより、今みたいな感じでちょっとね、体が少し隠れるような、壁に張り付くような、伏せ打ちが有効ですね。さあ、ハープ出してたのにスナイパーに抜かれるやつ。やっぱりね、ハープはね、もちろん映んない時あるじゃないですか。あと、落とされたりとかね、なんだっけ、名前忘れちゃった。スコアストリーク落とすスコアストリーク。もう名前忘れちゃったよ。もうあれにね、すぐハープ落とされたりするんだけど、でも刺さった時がね、やっぱ、ほんとね、連キルつなげやすいんで、僕は、公開マッチだと欲しいかな、ハープ。さあ、次は、建物の中で巡航が当たらないから使わずに、で、このエリアはね、まあ、基本的にもう、右から、この1ポの戦車通って、で、この右のボックス通って、で、地点を打つって感じですね。もう基本的に、もうこれ、シンプルに、これ。あと、残りの味方が左とか詰めてくれたら嬉しいけど、第一優先は右レーンから地点を打つこと。右行けばね、とりあえずエリア丸見えですからね。うん。で、そうだ、この試合ね、フレンドとプレイしてるんですけど、まあ、フレンドって言ってもほんとね、初心者、COD 初心者というか、まあ、僕のフレンドってまあ別にこうラッシュの人たちだけじゃなくて、昔から e スポーツやってたフレとか、まあ、ほんと COD の、まあ、古い仲間が多いですね。まあでもそういう人たちって別にラッシュメンバーほど COD 別に上手くなったりとか、ちょっと待って上手いわけではないので、まあほんとカジュアル勢ですよ。ほんとたまに COD 一緒に遊ぶぜぐらいの仲間なんですけどね。だからね、結構キャリーしてあげないといけないぜみたいな試合だったかな。いいセーフティーや。さあね、これね、まあ、ご存知の通りね、ずっとね、敵が奥湧いてくるんですよね。まあ、これはね、まあ、エリア取るってよりも、ワンチャンキルして敵をエリアに入らせないようにするっていうだけ。おお、そしてこれ。やっぱ空爆ですよ、今作。ほんとね、空爆刺さる、マジで。ポンポコ呼べるし、まあ、3枚4枚、ね、今みたいに持っていけたら、もうすごい美味しいですよね。V トールとかね、呼んでも、まあ、対応キルできるときはね、できるけど、まあ、最近はほんとすぐ落とされちゃうからね。さあ、味方さんもナパーム呼んでくれて、これ敵の空爆。敵も空爆。スコアストリークシステムは、正直、僕はね、過去作の、この、今作みたいな類型っていうのかな、蓄積型のスコアストリークじゃない方が好きなんだけどね。まあ、戻ったりしないですかね。戻らないかな。さあ、グリード選手、また、2回行ってますね。まあ、ここが最強ですね、AR は。まあでも、e スポーツルール、大会でここ使うかって言ったら多分入らないかな。左の、このね、左下の川沿いというか、ボックスの方に移動するかな。まあ、公開マッチだけかな、2回使うのは。さあ、現在170対202。最近ラッシュのバトルトーナメントっていう、まあ、ラッシュ主催の e スポーツ大会やったんですけど、まあ、そちらの方で初めて、本当にちゃんと初めて大会のこう実況解説みたいなことをしたんですけどね、やっぱり難しかったですね。本当に。なんかボキャブラリーというかね、あとこう、見てる人にいかに分かりやすく説明できるかっていうのは本当にね、難しかったな。まあ、またね、次回大会やるんですけど、多分その時も僕のチャンネルで、長谷慎と僕で実況解説すると思うんでよろしくお願いします。またね、前回よりも分かりやすくちょっとね、実況解説頑張りたいと思うんでよろしくお願いします。さあ、213対202でもうだいぶ終盤というか、こっからどうなったかな、次々のポイントぐらいまでいったかな。さあ、空爆も溜まっております。さあ、いや、安定のね、この右レーン取って、地点の中、丸見えの位置まで来れたんだけど、これよく詰めてきたな、本当に。今の敵のあっぱれのナイスガッツツッコミですね。さあ、また安定の右。AR は基本的に右だね。2階とか、正面とか行ってもね、まあ、クロスレンジですよ。近距離なんで AR の持ち味が出せないから。あ、でもここ2回行ってるな。まあ、今の2回は別に悪くないかな、そんなに。さあ、残り、200、200、240、245、200、敵245点、246点。やばいやばいやばいって。もうこれ、やばいやばい、負けるって思ったけど、このね、ゴリ押しでまさかのリスポーンが取れちゃって、で、空爆を持ってるんで、ここでね、リスが飛んだ敵、エリアに向かってくる敵を蹴散らして、3枚蹴散らして、219対246。もうこれはね、見えてる。勝利が見えている、そこまで。さあ、もう敵はね、もう左から来るしかないですから。で、ここで敵のウォーマシーンもカットしたのかな。で、3枚抜き、綺麗にね。決めていって4枚目いくか。でも削ったから味方がやってくれるはず。さあ、左レーンから来てますよ。削って、最後空爆呼ぼうかなと思ったけど、味方がナパーム呼んでくれてるから大丈夫かなと思って、キャンセルしたんですけど、味方が、右レーン突破されてる。やられとる。で、リスポーン飛んでる。後ろで、敵が全員湧いてきてる状態で挟まれて、まさかの、リスポーン飛んで、247対250で、負ける!100 キルして、負ける。いやーもう、なんかこれ、この前もなんか前の動画であったような気がするんだけど、この展開。クロスロードで100キルして負けるっていうね。しかもなんかほぼほぼ勝ち確の雰囲気が漂っていたのに、負けるっていう、試合内容になってました、なんでしょうね、これね。はい、というわけでお疲れ様でした。今日はね、こんな感じの後付けで喋りましたけど、まあ、基本的に実況動画、てかこれマルチの動画は基本的にね、まあ、しっかり生実況というか、後付けじゃない形で出してるので、今回限りかな、ほぼほぼ。またトーク動画もやるので、その時はね、背景のプレイ動画もね、ちょっと、見てコメントしてくれると嬉しいです。というわけで、今日もよかったらチャンネル登録、高評価ぜひモチベーションになるのでよろしくお願いします。お疲れ様です。